あの、まあ、中川清秀がね、最初に名前が出てくるのがね、あの白井河原の戦いって言われてるね、戦いですね。で、まあ、講談にありましたようにね、池田智政っていうね、荒木村重が、まあ、飾りとしてね、つけた池田家のね、人と、まあ、荒木村重と中川清秀がいてですね、で、まあ、追放した池田勝政と和田惚政ですね、あの甲賀忍者を使う、で、義明の向かい、まあ、こっち側が、言ったら、信長とね、信長義明側で、荒木村重たちはね、中川清秀たちは三好参入衆側ですね。それでまあ中川清秀がですね、この和田惚政のね首を取ったって言われてます。だから相当強い武将だったっていうことですね、中川清秀は。でその時も実際に荒木村重がね、あの首を取ったら治療を与えてやるって言って、でまあ中川清秀はそういう陣触れが出てたんで、その陣触れの髪を剥がして、じゃあもうこれは俺が取るって言ってね、その首はって言って、それでこう見事首を取って、まあ今の茨城城をね、こう領地としてねもらったっていう、そういう説がありますね。茨城城っていうのは茨城小学校のあたりがそうらしいですけども、でまあそれどうなったかっていうとですね、まあ要は信長がね強くなってきたんで、あの荒木村重やね、池田智政が、あのどうしたかっていうと、もう三好三人衆をね裏切るわけですね。裏切って、でまあ義明信長側についたっていうね、はい。でまあじゃあそれで安泰になるかっていうとね、講談でもあったけど安泰にならないわけですね。それはなんでかっていうと、義明とね信長が喧嘩しだすわけですよね。でまあ義明とね信長が対立して、で結果ね、こう池田家中は、池田家はどうなったかっていうとね、まあ、あの飾りとしてつけたね池田智政が足利義明にねついて、でまあ荒木村重と中川清秀はね、あの織田信長にねつくっていうことですね。それでまあこの時にですね、あのまあ要はかつてのね前の主君とかとねまた戦いになるわけですけども、あ、日高見というね、その頃まだ年が若かったんで、お父さんがね日高とか漢字が違うかもしれない、漢字間違ってるかもしれない、日高見というね、まあこの親子がいて、まあ要は彼らは中川清秀がね討ち取った、和田惚政の息子のね、和田惚長っていう人のね部下だったんですね。それでまあかなり権力を持ってて、でまあ面白いのは高山日高とか、もともと松永久秀ってわかりますかね、よく裏切り者ってね言われる戦国三大悪人の一人ですけど、まあそこに仕えてたらしくて、でまあその時にあの講談であったようにね、荒木村重とかがこうこの2人のね惚長と高山右近の仲がよく行ってないっていうことで、あの荒木村重が謀略でね高山右近を裏切らせてね、味方につけたって言われてますね。まあそういうあの功績もあったんで、荒木村重っていうのは、まあ、あの播磨方面のね兵庫県を攻める、まあ、大将の一人みたいな感じになるんですけども、まあ、なかなかねこううまいこといかないわけですね。それなんでかというと、村重がちょっとね制裁を書いてくるというか、 あんまりね働かなくなるんですね。天正4年ですね、1576年、前の年に、長篠の合戦があって武田家をやっつけてるんですけれども、でその後力をつけたのが大阪本願寺でね、一向宗と信長が戦って、まあ、これどういう戦いかというとね、一向宗が、信長の砦を囲むわけですね、大阪の天王寺砦 でそこを守ってたのが明智光秀とかですね。でまあ信長これはピンチだからって言っても、急いで岐阜からねやってきて、でまあその時にただもうあまりにも急いでたから、もうほとんどね兵隊がいないわけですよ。もう一向宗の方がね何倍もね兵隊がいる中でね、で先方をね荒木村重がお前行けって言ったら、村重がね行きたくないって言うわけですよ。これは信じられないことですけどね、戦国時代では俺は戦いたくないみたいな、ね、私は違うとこ戦いたいんで嫌ですって言ったらしくて、でまあ仕方なく佐久間信盛っていうねそういう部署に先方を任せて、で天王寺砦をまあ救出するんですけど、まあ、その翌年の光月城攻めって言って、あのまあ毛利との戦いかな、そこでもねあの毛利の吉川家っていう人たちからね笑われたり、こう荒木村重が戦意がないからねこうそういうのをね笑われたりしてますね。
まあ、そういうのもあって、まあ、織田のね家中でこう成り上がっていったはずなんですけども、荒木村重はあのこう秀吉に抜かれちゃうわけですよね。羽柴秀吉にこう播磨方面をね、兵庫県を攻めるあの司令官だったんだけども、それをまあ秀吉にあの明け渡されて、でどんどんこう村重のね立場がやっぱり戦わないですから、こう悪くなっていくっていう風になっていくわけですね。そこでまああったようにね、あの講談でね、荒木村重がこう謀反をね起こしてしまうわけです、はい、でまあそこから先はどうなるかっていうのはね、あの講談のね玉中斎さんにねまたバトンタッチして講談でね楽しんでもらえたらなと思いますので、どうもありがとうございます。人物多すぎるでしょ、ね、一人でやるには限界がありますね。誰が誰やってんのかなと思いながらやってたんですけれどもね、めちゃくちゃ出てきますね、大量に出てまいりました。もう皆さん覚えてますか、誰が誰か分かってますか、ね、大変でございますね。講談という芸能というのが、その何ていうんですか、他人数仕様になってないということがですね、最近よく分かってきたわけでございますけれどもね、私はあの先ほどですね、他人数仕様の頭にもなってないことがよく分かりましたね。足利義満と言いましたけれども、足利義満は三代将軍新閣寺を出てた方でございます。もう時代が全然違う方ということです。足利が、ちょっとごめんなさいよ。義明です。そう、足利が義明と言おうと思って足利が用まで出て、三つって言ってしまったんですね。だから皆さん間違った気持ちで3代将軍じゃなくて15代でございますね。間に12人いますからもう大変な間違いを私してしまいましたけれども、もう頭が私の中もこんがらがっているかもしれませんが、頑張って後半もお話をさせていただきたいと思います。前半の方でお話をさせていただきましたのが、ついに、荒木村重が謀反を起こした。でまあ、謀反を起こした理由というのも、もちろん勝てるという大前提があったからですね。勝てるという大前提で、なんで勝てるかというと、本願寺があって、大阪本願寺、今の大阪城のところですね。あれがもうすごい大きな敷地がですね、もう大阪本願寺さんが占めておられまして、もう周りにも堀があるしね、もうまるでお城のようなすごい要塞がそこにあったわけですね。で大阪城は今は海とは面してませんけれども、もっと昔は海が近かったですから、その海からですね、もう毛利の水軍がやってくる。毛利と仲良しだったわけですね。でその当時日本一の水軍を持ってるのがこれ毛利家だったんですよ。だから日本一の水軍を持ってる毛利家と、そして、この本願寺、そしてこの大阪をほとんど市中に収めてる、荒木村重、中川清秀、高山右近がこれ組んだらですね、完璧でしょ。もうこれ織田信長勝てないでしょ。でも勝っちゃうんですね。そのあたりのお話からまずはさせていただきたいと思いますが、荒木村重、大阪本願寺、そして毛利の軍勢、この3つが組んだわけでございますが、ところがここで一つ自分が思っていなかったことが起こったのでございました。なんと織田信長が作りました鉄鋼船、鉄で囲まれました大きな船、この6隻が大阪湾へと入ってまいりますと、なんと毛利方の600隻の船おば全部駆逐してしまったのでございました。600対6で勝ってしまったんです。さあ驚きましたのは荒木村重、聞いてへんがな。その時に織田信長の使者が高山右近、そして中川清秀のもとへとやってきた。清秀様、どうでございますか。信長様に願いられてはいかがでございますかね。何を言っておるのじゃ。信長に願え。なぜじゃ。このようなことを言っては
なんでございますけれども、高山右近様、実は宣教師様と共にお伺いをしたところ、織田信長様に仕えるということで、もう高槻城は寝返っております。どうでございますか、中川様も寝返っていただけますと、こちらとしては助かるんでございますけれどもね。おお、高山が裏切ったか。あいつらしいの、なるほどな。わかった、裏切ってやってもいいけれどもな、一つ願いがある。願いというのは一体何でございますか。わしの生まれはな、この茨城の城の近くの村寒村じゃ。この城を手に入れるために、俺は綿を切ったのじゃ。せっかく手に入れたこの城、もしも安堵してくれるのならば、喜んで裏切ろう。荒木村重なんぞな、確かに友だ友だと言った時期もあったが、俺はこの茨城の城の方が大切じゃ。どうじゃ、安堵してくれるか。はっ、それぐらいよろしければ、必ず信長様に伝えますので。よろしく頼むぞ。さあ、これが信長のもとへとやってまいりますと、信長も、はあ、茨城の城が欲しいのならばくれてやる、それよりも中川清秀の力が欲しいと受け入れたのでございました。さあ、中川清秀、相手が荒木村重でも関係ございません。俺は槍働きができればいいのじゃ。どん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 と突っ込んでいく。ところがね、あまり世間ではよく言われませんね。一体何人の主を裏切れば気が済むんだ。だん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 と評判が悪くなってくる。そんな中で起こりましたのが、本能寺の変でございました。織田信長が討たれ、そこに明智光秀の配下の者が中川清秀のもとへとやってまいります。清秀様に申し上げます。この度明智光秀が信長を討ちました。あつきましては、我が味方をしていただきたいとのことでございます。いかがでございましょうかな。はあ、そうか、光秀が信長様を討ったのか。はあ、これは大変じゃな。我らに味方をしてくださいますならば、茨城のこの城は安堵いたします。何、この城を安堵してくれるのか。それはありがたいの。わしはな、茨城が好きでの。安堵してくれるか。で、信長様は本当に死んだのか。は、何をおっしゃられますか。もう本能寺は一字も残らぬぐらいに焼け野原でございますぞ。本能寺は焼けたかもしれんが、信長様は死んだのか、首は持っておるのか。いや、首はまだ。そうか、実は秀吉からこのような書状が届いてな。さっと見せました、この書状。なんと織田信長は近江の国はゼゼに逃げていると書かれていたものでございました。そのようなことはない。確実に
本能寺で織田信長は撃ったのじゃ。ならば首を見せてほしいですの。首はどこにある、首はどこにあるのじゃ。なければ明智光秀がいくら偉いそうなことを言ったとて茨城の城を安堵することはできんぞ。首はどこにある。それはすまんがな、お前らにつくことはできんな。明智光秀の使者はガクッといたしましてその場を立ち去ったのでございます。さあ中川清秀がつきました。羽柴筑前の神勢いよろしく山崎の合戦、もちろん大勝利をば果たします。秀吉のもとでそのまま働き続けました中川清秀でございましたが、中川清秀に勝てるようなものは誰もいない。どん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 と羽柴筑前の神の勢力拡大に中川清秀はこの茨城の城を中心にいたしまして力をつけていったのでございました。そんな中に起こりましたのが羽柴筑前の神秀吉と柴田勝家との対立でございます。困ったの。秀吉様どうなさいました。清秀か、わしが仲間でと思っていた神戸三七郎がどうやら立ち上がったのじゃ。わしが神戸三七のもとに向かえば必ず柴田勝家は立ち上がる。それを止めることができぬかもしれぬ。どうすればよいかの。秀吉様、何をおっしゃってるんでございますか。あの静ヶ岳というところに砦は5つほどある。その5つに我ら摂津の者をば配置されてはいかがでございますか。私がその一つ、高山右近がその一つ、そしてもう一つは筒井純慶、そのあたりに守らせてはいかがでございますか。まあ高山も筒井も裏切るかもしれませんが、どうでございますかね。確かにその手しかないの。ならばそれで参ろう。秀吉が離れまして神戸三七郎の方に向かいますと、やはり狙っていた通り柴田勝家が立ち上がる。その先鋒を務めましたのが佐久間玄馬盛政でございました。こいつは鬼玄馬と言われたやつで、まあめちゃくちゃ強い。どん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 と勢いを出してまいりまして、静ヶ岳にございました城をどんどんと落としていく。その情勢が中川清秀のもとへもやってくる。申し上げます。どうした。高山右近様の砦落ちました。おお、高山右近落ちたか。おお、で右近はどうした。どうやら逃げ延びたとのこと。ウコンらしいよ。あいつは逃げると思っておった。で筒井純慶さんが守られている砦でももう危ういと。おお、純慶のところも危ういか。なるほどな。うん、ここの砦はどんな感じじゃ。だいぶ兵も撃たれてしまいまして残りわずかとなっております。そうであろうの。わしも昨日からだいぶついてついてつきまくったが、なかなか厳しいものがあるの。どうしようかの。そこへとやってまいりましたのが佐久間玄馬盛政の使者。申し上げます。使者がやってまいりました。おお、そうか。あ、ならば会おう。はあ、すぐに佐久間玄馬盛政の使者がやってまいりますと、
我が主佐久間玄馬よりの言い伝えでございますが、この城を明け渡し我が仲間になるのならば、茨城の城は安堵するとのことでございます。いかがでございますか。もう周りには味方はほとんど残っておりません。しかしながら中川清秀様の戦場での働き素晴らしく、そのご様子を見ておりますと、我が主佐久間玄馬もあなたが欲しゅうなった。茨城の城は安堵いたします。どうでございますか。我らに寝返るつもりはございませんか。もちろん我らについてくださいましたならば、茨城の城は安堵いたします。どうですか。断る。そうですか。ならば茨城の城は断る。断る。茨城の城では足らんというわけですか。ならばもう少し広げて、まあ、摂津国一か国ぐらいでしたらあなたに差し上げるということは話すことができますが、それならば裏切っていただけますね。おお、茨城の城だけでどうて、さらに大きな土地をもらえるのか。ああ、それはありがたいよ。断る。断る。何を言って分かってますか。もう周りには味方は誰もおりませんぞ。あなたの命を助けて、あなたが何度も何度も望んだ茨城の城もそのまま安堵しようと言っておるのに分からんのか。願えればよい。断る。何か勘違いしておるのかもしれんがな、確かに池田勝政を裏切った。あれはなぜかというとな、池田勝政よりも荒木村重の方が器がでかかったからじゃ。器の小さいやつに付き合っている暇はない。確かにその後荒木村重を裏切ったがな、なぜかというと織田信長の方が器が大きかったからじゃ。その後明智光秀が来た。しかしながら明智につかずに、木下藤吉郎、いや橋場筑前の神秀吉についた。それは橋場筑前の神の方が器が大きかったからじゃ。決してな、自分が行きたいから、茨城の城が欲しいから、それだけでわしは主を裏切ってきたのではないわい。そして今じゃ、今橋場筑前の神秀吉と柴田勝家、その器を測ったならば柴田勝家に勝てる見込みはない。橋場筑前の神秀吉様の方が大きな器じゃ。ならば裏切る必要はないであろう。わしがここでお前たちを止めておるとな、秀吉様はこちらに帰ってくる。そうなればお前たちの負けじゃ。そこまで俺のことをば裏切る男と思っておるとはな、わしはただ大きな大きな戦でやりまた泣きがしたかっただけじゃ。弱いやつについておってはな、やりまたきもできるからの。佐久間に上、戦いたければいくらでも戦ってやるとな。さあ帰るのじゃ。おのれ。
後悔をするなよ。使者がさっと立ち上がるとそのまま出て行った。残されました者たちを集めました中川清秀。その方たちすまるの。私もな、お前たちらを茨城の城に返してやりたかったが、できんの。でもな、すべてはお前たちが選んだのが俺だということじゃ。主の選び間違いじゃ。しかしな、お前たちの中で帰りたいものがあれば帰れ。わしは止めはせん。今までよわしと一緒に戦ってくれたの。わしは戦いが好きじゃからの。戦いとあれば井の一番に駆け出していく。その中での何人の仲間が死んでしもうた。はあ、今日もあいつが死んだ。昨日はあいつが死んだ。一年前にはあいつが死んだと。足の頭の中には死んだ奴らのことばかりが入っておるわ。でもな、この槍働きだけはやめることができんのじゃ。すまんの。お前たちには迷惑をかけたが、今から俺は戦場へと出ていく。もしこの中に茨城に帰る者があれば、その方たちに茨城のことは任せるからの。わしが生まれたのは寒村じゃ。しかしな、本当にいいところであった。ならばあとはお前たちの好きなようにしろ。門を開けるのじゃ。砦がギリという音とともに開きますと、我こそが中川清秀じゃ。わしと槍を合わせたい者はこちらに参れ。今夜ならばこちらから行かせてもらおうか。ビシッと一鞭くれますと、ザッと馬をばあおって、どん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 と敵陣の奥へと突っ込んでゆく。佐久間玄馬森政の同勢は今まで勝ちの勢いでございますから、どっとやってまいりますが、中川清秀、今まで見たことがないような鬼人の働き。右から来るものを左に投げ、左から来るものを右に投げ、どん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 と突っ立て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 、あちらこちらから血潮がパシャッパシャッパシャッと湧き立ってゆく。誰もおらぬのか。わしと戦う者は誰もおらぬのか。中川清秀の体を見てあれば、もう至るところに弓矢が刺さっている。口からは血がたらと垂れている。誰もおらぬのか。もう戦う者はおらんのか。そのまま中川清秀バタッと倒れたかと思いますと、今だブワッと佐久間玄馬森政の同勢がやってまいりまして、その中の一人がガサッと最後の一撃を刺す。中川清秀討ち取ったれと声が上がった。中川清秀、享年42歳。いやー、やっぱり槍働きだけはやめることができんの。今から俺
と一緒に戦ったやつのもとに行くからの。そのまま昇天をしたのでございました。本日は中川清秀の一席でございました。ありがとうございました。でまあ、あの最後に、ね、おさらい的に、中川清秀の後半生をね、やりたい、まあ、ご説明したいなと思いますけども、荒木正がね、謀反を起こすわけですね。まあ、その経緯は謀反を起こしてるんじゃないかっていうね、噂を立てられて、でまあ弁明にね、荒木正が行こうとしたら、あの中川清秀がね、止めたらしいんですね。安土に行ったら処刑されるから行くなって。まあ逆にね、高山右近はね、そういうことはするんじゃないってね、謀反なんかするんじゃないって思いとどめるようね、制止したって言われてます。でまあそういうふうに言ったんですけども、結局ね、村重が謀反を起こすと、あの高山右近はね、あのキリシタンだったんで、宣教師をね、人質に取られちゃって、信長にね、お前裏切れなかったら宣教師を殺しちゃうぞって、まあ、言われて、高山右近は仕方なく裏切って、でまあ中川清秀の方も、あの古田織部ですね、茶人の古田織部の説得を受けて、あの、まあ、結構早くね、こう裏切っちゃったって、まあ、その時こう荒木村重からね、2人ぐらいその監視役をつけられてたんですけど、まあ、その監視役を追い出してね、こう反乱をして、でそれで、まあ、あの2人はね、中川清秀と高山右近は信長のね、部下になります。中川清秀は茨城城の主で、高山右近はあの高槻城の主なんですけどもね、はい、あのそれでまあ中川清秀がね、相当出世してみたいで、僕も知らなかったんですけどね、まあ信長の直臣になった後にね、まあ荒木村重の地位を引き継いだみたいですよね。でこうすごいなと思ったら、秀吉でね、兄弟の契りを結んだっていう、まあちゃんとそういう資料も残ってるらしくて、あ、秀吉で兄弟の契りを結んだっていうね。でそれだけじゃなくて、こう息子がね、いたんですけど、息子は信長の娘とね、婚姻をした、結婚したらしいんですね。で、まあ、信長の、ね、娘と結婚したと、他にはこう、徳川家康の息子とかがそうですよね。なんで、まあ、かなりこう、信頼してたということですよね、信長も。まあ、ただね、そこから、まあ、1年、2年ぐらいするとね、あの、まあ、皆さんご存知の本能寺の変化が起こるわけですね。まあ、そこで信長が、死んじゃうわけですね。でまあ、この時講談にあったように、あの秀吉がね、中川清秀にこう信長様は生きてるっていうね、そういう書状を送ったっていうのは有名な話で、実際書状もね残ってるらしいですね。まあそれが決め手になったかどうかは分からないですけども、まあ中川清秀は秀吉の側について、それでまあ山崎の合戦だとね、あの高山右近と一緒にこう先鋒争いをしたっていうね、先陣になって戦った。でまあ清秀とね、高山右近って仲が悪かったらしいですね。もともと高山右近が松永久秀の部下で、その荒木村重とかね、中川清秀と争う立場にあったんで、まあ、そういうのを引きずっててね、まあ、この二人はものすごく仲が悪かったって言われてますね。まあ、仲が悪い人には相手先方というかね、そういうところに秀吉がやることでこう競わせたみたいなところがね、まあ、あるのかなと思うんですけども、まあそれでですね、あの秀吉が天下人になった後は賤ヶ岳のね、合戦で戦うわけですけども、賤ヶ岳、滋賀県の北部ですね、滋賀県の北部で柴田勝家とこう対陣してる時に、神戸の豚がね、こう岐阜で裏切ったので、まあ秀吉がじゃあその神戸の豚をやっつけるためにね、こう軍勢を半分ぐらいね引いて、そう岐阜に向かった時に、あの砲弾だったように、ね、佐久間盛政がね、鬼玄蕃って言われてるすごく強いやつがこう攻めてきて、まあそこで、ね、高山右近も隣ぐらいのね、砦で守ってたんですけども、高山右近はね、もうさっさと、まあ、退却しちゃってね、戦場から離脱するんですけど、まあ、あのここでね、中川清秀は、まあ、退却は有志の本分ではないっていうね、そういうことを言って最後までね、砦に残ってね、戦い抜いて、まあ、死んだ、戦死したって言われてますね。あの、まあ、今までのね経歴から見たら、中川清秀結構裏切ってるじゃないですか。だからまああの講談とかね、いろんな分岐物を見ると、中川清秀は結構ね、あの勧誘とかね、ちょっと悪者っぽく書かれることが多いんですけども、まあけどこれを見てるとね、何かね裏切るのには理由があったんじゃないのかな。決してね今
命が惜しいからね、裏切ったんではないのかなとね、まあそういうふうにちょっと考えて、そこでね、ああいうちょっと前半は悪者チップにね、若干ちょっとね、頭が悪い考えが足らない武将みたいな感じでね、書いて、で、まあ最後にこういう、こういう思いがあって、俺は裏切ったんだっていうのが分かるようにしてね、最後、まあ、華々しくこう打ち死にするっていう、まあその代わりね、秀吉が戻ってくるまでのね、時を稼いだみたいなね、まあ死にはしたけどもね、まあ確かに彼がいたからもしかしたらね、秀吉は賤ヶ岳にね、勝てたんじゃないのかなと、まあそういうふうにね、思いました。まあそういうふうな、武将ですね、がいたということでした。はい、どうもね、ありがとうございました。はい、語っておりましたが、はい、どうでした、長川清秀、もう最後潜伏するんですよ、はいはい、討ち死にさせたくなりまして、まあ、そうですね、潜伏するのが筋ですね、そうですよね、筋なんですけど、はい、なんかちょっとこう喋ってたらこれちょっと敵の中で死んでほしい、あ、もう今嘘をついてるからね、そう、なんかこう物語的にガーってこうなんか間違った中川清秀が敵陣の中で死にたいと思って敵陣の中で死んでしまいました。あ、そうですね、言われたら続かなかったですその手術が切腹をしてるんですよ、はい、もう最後もう数が少なくなってね、はい、まあ大騒ぎだわけですよ、皆さん騙されましたね、これが講談師見てきたような嘘だと思います、あ、はい、どうも、はい、結構槍で清秀活躍したっていうことやけど、ね、はいはいはい、鉄砲なんかがこうもうバッと普及する以前なんですか、ね、もう普及はしてましたね、だいぶ、はい、で本願寺とかがすごいたくさん鉄砲を使ってた、はい、長篠もがあった同時期なんで、はい、ただまあいやそれでもまだ槍とかの需要はあったと思いますね、はい、どうしても鉄砲は1回撃ったら弾を止める時間が止めるので、はい、まああとは、はい、荒木村重がだんだん陰ってきたと、はい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 、その本願寺との戦いに陰りが、はいうん、もう一つ、はいはい、制裁を書いたみたいな、制裁を書いたのね、はい、なんか宗教的なね、その、はいはいはい、一向宗みんな結局盆さんと信徒の、はいはいはい、まあ何の戦いでしょう、はい、武士というよりは、はい、そういう宗教的ななんかこう遠慮というか、はい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 、なかったのかな、あ、それは大いにあったと思いますね、確か奥さんがそういう公衆関係の人だったような気がするんですよ、荒木村重、ちょっとね確実な話じゃないですけど、多分部下にもね、その土地的に一向宗の部下はいっぱいいたんで、うん、やっぱりその部下が部下を統率しようと思うと、まあ要は今の大統領選挙と同じで部下の利益を守ろうと思ったら一向宗の味方をしなきゃいけないっていうのは多分にあったと思いますね、はい、ありがとうございます、ということでね、まあ、いろんなところで、はい、また書く語る、そうですね、書くと語るでございますので、はい、書く語るでございますので、はい、やってもらいます、はい、ちょっと僕の、はい、宣伝もさせてもらってよろしいですかね、はい、連動無限という本が出まして、まあ、当時のね主導って分かりますかね、まあ同性愛ですね、実はね当時戦国時代って同性愛が結構盛んだったらしいんですね、宣教師とかが書いてますけども、まあ、キリスト教では同性愛禁止してるんで、まあ、その悪魔の諸教みたいな感じで書いてますけども秀吉やってないの秀吉ぐらいだったって言われてるぐらいで、でまあそういうちょっと面白いなと思って、そういう主導ですね、例えば前田利家と信長もそういう関係だって言いますからね、そういうのを、ね、テーマにして書いてみた本なんでね、出たばっかりなんで先月、まあ、ぜひよかったら買っていただけたらと思います、はい、はい、ということでございます、もう木下さんの方いっぱい並んでますから本屋さんに行っていただきます、はい、1人10冊買ってもらえて、はい、ということでございまして、また皆さんとお会いできる日を楽しみにしております、はい、ということで小説家の木下正樹でした、はい、どうも木下正樹でした。